様ごきげんよう、ココ大野でございます。はい、今回はこちらですね。明日バレンタインデー、あ、いや今日か、もう今日ですね、今日バレンタインデーで、昨日ですね、娘がですねバレンタインデーということで、チョコを持ってきてくれたんですけど、なんとビートルね、さすがね、娘ですね、よく分かってらっしゃる、私の好きなものね、モロゾフの、トラベルビートルが入ったチョコレートなんですよ。これね、23年4月30日まで食べれます。賞味期限ですから、消費期限ではございませんのでね、いくらでも食べていいですよ。その後ね、ロクスワーゲンのちゃんとね、こういうところにこうホログラムのシールまでついてますね。さすがですね、モロゾフちゃんですよ。モロゾフちゃんのね、自分で買ったチョコレートがね、2ケース2箱あるんですけど、それ以外にねこうやってもらえるとは思ってなかったですよ。まさかね、娘がねこんなのね、ねお父さんのために、親父のために買ってくれるとは全然思ってもみてなかったからですね。まあ、ちなみにね、もう娘はね、結婚してます。ね、で、昨日ね、わざわざ来てくれました。はい、ということでね、早速カットして見ていきましょう。ね、お、危ねえ。で、これを、こっち側にね、あるのは、これは自分で買ったね、ビートル、ちょっと前にね動画上げてます。このねキャンピングカートがかっこいいですよね。もうこれがね欲しくてね、今回はね、まあ普通のワーゲンバスのね2の方もね、もちろん購入したんですけど、よっしゃ、ということで開けましょう。ピヨーン、開けましたよ。まあ裏側は何にもないです。はい、ね、こんな感じです。中身は凝ってますね。さすがモロゾフちゃん、トラベルビートルっつってね、こういうちっちゃいやつが入ってますよ。あら、これ開かない、開きますね。あ、でこの中にねチョコの説明が入ってますね。レモネード、レモン 0.7% 使用、蜂蜜使用、へえって書いてあるけど、こっちには何も書いてないのね。で、バスの形をしてるのはプラニネっていうのとフランボワーズで、ビートルの形をしてるのはスイートミルク、エキストラミルク、パッションフルーツ、なんじゃそれで、この完全なね 3D でできてるのはミルクとスイートらしい。こっちもね 3D でできてますね。うわ、あ、この辺はモロゾフちゃんですね。お問い合わせ先とかが書かれてます。で、フォルクスワーゲンはフォルクスワーゲン社の登録商標でございますということですね。はい、存じておりますよ。ということで、この中に、これブリスターがねここにありますね。あれ、これね、手が時間で取れんだけ、はい、これをこう取ると、この中にねチョコレートが、ここなんだ、チョコレートが入ってます。あ、これはねさっきのなんか珍しいこと書いてあったやつですね。よいしょ、これだ、レモネード。ちょっと食べてみましょうかね、なんか美味しそうなんでね、せっかくなんで食べてみましょう。これ中身も見たいですか、歯型が出るけど、うん、こんな感じ。中にね、あ、中にレモンの酸っぱいねチョコレートが入ってます。なんかトロトロの生チョコみたいな、うん、あ、おいしい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 。で、これがビートルのね 3D の形のやつ、うん、なかなかいい感じでできてますね。スターウォーズのハンソロみたいになってますね。わかるかな、わかる人にはわかるよね。ハンソロがほらなんかね壁に埋め込まれてこう
こういう板にこうペーってこう、わかるかな、反するのね、スターウォーズ好きな人にはわかるから、まあ深くは言いません。はい、でこれワーゲンバスの方もさすがにフォルクスワーゲンがちゃんと監修してるだけあってね、しっかりできてますよ。うん、いい感じ。食べるのもったいないな、この 3D。 ということでもう一個こっち側のパッションフルーツっての食べてみましょうかね。あ、フォルクスワーゲンってちゃんと入ってますよ、こうやってね。これはね、高いからね、お子ちゃまにはちょっとかあのもったいないけど、お子ちゃまめちゃくちゃ喜ぶでしょうね。ちょっと食べます、これも。あ、普通のチョコとなんかね、全然違う。なんだろう、これホワイトチョコにパッションフルーツ入れてんのかなっていう感じですね。ということで、もうチョコはその辺にしといて、このね、ミニカーに行きましょう。ミニカーに、あー、なんか、あ、美味しい美味しい、ミニカーちゃんです。外箱は、前に紹介したね、モルゾフのやつらと一緒ですね、大体ね。で、亜鉛合金、ポリスチレン、ABS 樹脂、ね、などでできてます。中国製です。よし、開けましょう。でね、前回の、あの動画の方でね、ご指摘を受けたんですけど、それってあの商品、カララマさんの商品じゃないですかって言ってね、カララマっていうやつがあるんですよ、商品でね、ミニカーの作ってるところね。あ、これね、トミカと一緒でビニールで、クッション材になってますね。おー、わー、いいですね。トラベル感じる。わ、かっこいい、ここのね、トラベルな感じが、なんかあのちょっとね、ルパンのね、フィアット500にもなんか似てる、通じるところがありますね。なんかいい感じですよ、ほらね、これですよ。この中で今回ね、これとこれをゲットしてますからね。はい、でそれ以外にこいつをゲットしてますよね。まあ、これとこれの見比べはまた後日ということでね、今回はこいつを見ましょう。ズームでドン。はい、わあ、かわいいな、黄色でね、なんかやっぱりこういい感じです。でこれね、普通のトミカとかと比べるとちょっとちっちゃいんですよね。ちょっと近い、72分の1ですね、多分72分の1か76分の1。なのにここね、ホイールとかもちゃんとフォルクスワーゲンのマーク入ってるし、すごいですね。ここも着色してあって、こういうところもね、ラインが入って着色しておりますよ。すごいなぁ。いや、カララマさんのね、製品はね、ほんとよくできてますよ。これね、ほい、あの、ここ、なんだっけ、これ、メッキのバンパーの間にちゃんと黒いね、ゴムみたいな部分も表現されてますし、ここ、こう、シルバー入って、目ん玉はクリアパーツです。すごいですね。この辺もね、ほら、ちゃんとウィンカー、あとここの、ガラスの周りもね、シルバーで、昔の車はね、大体こういうところがこうモールって言われるシルバーで大体されてましたからね、よく表現されてますね。いい感じですよ、ほら、めっちゃいい感じ。内側と向こう側の違いはない感じかな。給油口とかは、給油口はどこにあるんだろう、なんか表現されてないのかな。あ、これここにちょっとボコってあるんだけど、ボコっていうか、これが給油口なのかな。ここここね、わかりますかね。ここ内側はないから、あれが給油口なのか、どうなんだろう、これが給油口なのかな。ちっちゃい頃はよく見かけたけどね、最近はほぼ見ないからよくわかんないですね。うん、これこっち側は何にも、裏側は
メーカー名もなんもないんだな、これ。すごいな。あ、けどね、プラスドライバーで開け閉めできるんで、ちょっと改造マニアにはね、いいかもよ。こういうこう、バンパーとか取っ払うと、なんかすごいかっこよくなるかもよ。かもよってなんだよ。おー、後ろがいい感じですね。この、ね。なんか、ルパンのやっぱ、カルオストロの後ろとかとね、なんか通じるものがありますよ。いい感じ。このカバンがね、いい感じ出してますね。ちゃんと取っ手があってとってもいいのよって、こう変なね、ダジャレを言いたくなるぐらいよくできてますね。ここもね、ちゃんとあの、ただプラスチックで形成したやつを乗せただけじゃなくて、色がこう、ほら、あの、革のベルトでね、巻いたような感じに仕上げられてます。これどう？あ、結構固くついてる。けどディスプレイでしょうね。お子ちゃまに、触らせると一発でボキッといっちゃいそうな感じですね。はい。まあけどね、いい感じです。とにかく。いや、これはね、久々に嬉しいですわ。バレンタインデーにね、もらえるなんてね、もうほんと、これっぽっちも、これっぽっちも、これっぽっちも思ってなかったからですね、もう、超嬉しいですわ。ね、なんか自慢なわけじゃないんですよ。これ、ミニカー動画ですからね、ちゃんとね。はい、皆様に向けてミニカーをご紹介してるということですよ。はい。ということで、今回はこちらの、あ、そうだ。あ、もう次回にしよう、長くなるから。これがね、前にしたやつ、このね、後ろとかもちょっと次回にしましょうね。今回はこの子がね、この黄色いこいつ、はい、トラベルビートル、フォルクスワーゲン、こちらの紹介でございました。それでは皆様、あら、なんだ、ごきげんよう。ここのチャンネル。